応援かっこよく、ありがとう、優しい。公演の感想待ってます。もうなんかもう本当に疲れちゃって、もう何もしたくないって感じ。あわーって気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、今日は雫公演でした。お疲れ様でした。ありがとう、疲れたよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ね、セリ残った、びっくりしたんですけど、私もなんかそのリハの時になんかセリ、あ、セリないんだよねって言われて、あ、ないんだと思って。そう、セリないらしい、まだまだってか、まあ、本当にね、もういつ次やるかわかんないみたいな公演だから。そうそうそう、多分スタッフさんは作ってないんじゃない？セリーを、セリーどうやるかみたいな、だからだと思いますよ。昔雫にセリーありました。あったあったあったんですよ。できれば動かしたくないとかは多分ないと思います。ただ普通に全然やらない公演だから。そう、作ってないんだと思う。公演のアンケート、ハルピョンのことばかり書きます。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと今回の TikTok カバーは私じゃないけどいっか。カバー多分これずらせないよね、きっと多分。ちょっと私じゃないんですけど許してください。誰だよって感じなんだけど。誰の TikTok だよこれってなるんですけど。たけにいさん、ミラーボールありがとうございます。まあ許してください、可愛い子なんで許してください。可愛いメンバーが映ってくれたので、よし、投稿。イヤホンで流れてる。イヤホンにつながったままだから、イヤホンで流れてたから、なんか遠くの方から声がしたよね今。ごめん、ウケる。あ、ミラーボール、トラック野郎さん、ミラーボール2つありがとう。ちょっと待って、竹兄さんのミラーボール1つ、パンダさんのミラーボール2つ、トラック野郎さんのミラーボール2つ、 SAT さんハートありがとう、サプライズレバーさんミラーボール4つありがとう、9個。あのマジで喉ガッサガサなんで全然声出なかったらごめんね、許して。あとポーンタイムやりますってツイートしなきゃ、ツイートしなきゃやってないことになるから、ツイートしなきゃ。でもそれより前に歌を歌います。何がいいかな、何歌ってほしいですか。9個分、何歌おうかな。今日は9月10日、キュート。
バレエやってましたか？だってやってないですよ。めっちゃ私背筋悪いよ。背筋悪い。めっちゃ姿勢悪いよ私。バレエやりたかったですね。じゃあキュートといえばやっぱりなんでしょう。なんでしょうというか、あのやっぱり前田敦子さんのドラマを思い浮かべますよね。前田敦子さんといえばあの曲を歌います。歌詞英語で書いてある。無理無理、英語じゃない、ローマ字で書いてあるの。受ける。いきます。でもこっちどっちがいいかな。もう一個の方が前田敦子さんっぽい。でもまあ私が好きなのはこっちなんで、どちらかというと私はこっちの方が好き。どっちも好きだけど、まあでもこれでいきます。木漏れ日の蜜とってもうすぐ夏だよって、風が教える、初めて会った時目も合わせなかった、人見知りと知るまでずっと君を誤解してた、マイナスからのこの恋、君は僕だ、そばにいるとわかる、みんなのように上手に生きられない、君は僕だ、変なとこが似てる、本当は悩んでても不器用で損しても笑顔のまま変わらない君が好きだ。ミラボールありがとうございます。9個分ありがとう。ちょうど1サビまで、すごい。もう声ガサガサなんですけど、すいません、今日2公演やったんで許してください、声ガサガサでも。頑張って TikTok、 頑張って TikTok。 今 68%。 めっちゃ可愛かったです。初めてだったんですけど可愛すぎたし、会えたの嬉しくて、泣いちゃったの。泣かないで、泣かないで、ありがとうな、泣かないでね。今度笑顔で会おうね。コロポックルさん音符ありがとう。声ガサガサなのに歌、いや全然声ガサガサですいません。本当にパンダさんハートありがとうございます。昼公演見ました。ささみやきリグレットの表情が最高。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ガチで今日好きになり、ガチで今日で好きになりました。ありがとうございます。マリアの時はなんであんなに声が低い。いやだから違うんです、私も普通に歌ったらちゃんと出るんです。遥か地平線に長い夜が明ける時、ほら出るんですけど、音に合わせて人の前で歌うと遥かになるんです。なんでなんですかね。本当にマジハートありがとう。本当に、なん私も聞きたいマジで。そう、今日のマリアビブラートかかってる感じでいいところがあった。あれでしょ、わかる。あれビブラートかかってるわけじゃなくて緊張して声震えてるだけなんだけど。やがて目を出したら希望の実をつけるだろうのところだと思う。多分私も声震えたと思って。そう、多分オンデマさんで皆さん見ていただいたら分かると思うんですけど、めっちゃ声震えてました。すいません、はあ、うん、はい、すいません。
いいように聞こえたから OK。 おい OK。 熊高さん、鈴木ありがとう、空飛ぶりょうさん、かわいいありがとう、パルスさん、ハートありがとう、夜公園入りました、ほんとハルピョンって必ず見つけてくれるから大好き。いや、いつもいいところに座ってますよね、本当に。なんでなんですか。何をしたらそんないつもいいところに座れるんですか、逆に聞きたいですね。まあ私が聞いたところで、なんでファンの皆さん、ピョンズの皆さんに教えてあげてください。うん、まあ、なんで今日の公演が8公演になったかは、まあ、本当にわからないんですけど、きっと今日ラフ&ミュージックっていうなんか音楽番組に多分選抜の皆さんが出演されてたじゃないですか。多分それにその選抜の方々が出るから、多分普通に揃えられ、そのチーム公演だったら揃えられないからかなって思っちゃった。勝手にね、勝手に思っただけなんで嘘かもしれないですけど。うん、そうなのかなっていう私の推測。まあでもそれでも雫公演ができたのは嬉しいですね。うん、ほろ酔い飲んでるんですか、マッチです、すいません。すいません。ヒーナと笑ってたの目があった、違うんですよね、あれでしょ、夜公演の多分 MC 終わりのささめ雪前のところだと思うんですけど、なんかお互いこうニコニコって向き合ってるのに、いや私の感覚で笑ってる、ん、私が笑った理由として、私の感覚ではニコニコってお互い向き合って笑ってるのに、タイミングがお互い合わなくてなんか笑っちゃったっていう。そう、ひなこはそう先にこう向いてくれて、そう私たちが君は僕の風終わりのユニット明け MC のところで、なんて言うんですか、ひなこたちは残ってるんですよ。だから私たちがその行くところなんですけど、私たちが行って、でうんっていうオッケーみたいなタイミングの時にひなこが先に向いてくれたんですよ。そう、私たちが行っててね、だーって走ってというか歩いてというか行って、よしみたいな気持ちになって、あ、ひなこが向いてくれたと思って私も向いたんです。そしたらタイミングが合わなかったんですね。で私は前向いたら次ひなこが向いてくる、あ、タイミング合ってない、ははみたいな感じです。きっとそうだと思います。タイミング合わなくてめっちゃ面白かったっていう話。そう、でもあの今日の公演、ひなことめっちゃ目あった、確かに。お、42%、間違えた、ごめん、嘘、93%。いいぞいいぞ。髪飾りのところ、いつ消えたのか分かりませんでした。なんか本当に夜公演にいっぱい入ったんですね、ピョンズの皆さん。いや昼も多分いたんですけど、ピョンズ、そう、結構夜の話が多いコメント。夜は昼の人もう寝てんのかな、まあいいや。その虹の列車の時に髪飾りが、てかもう47の時ぐらいからもう外れそうだな、やばいなと思ってたんですね。その虹の列車って結構ジャンプピョンピョンみたいな振りじゃないですか、まあ、47もそうだと思うんですけど、そうで多分47とかでちょっとずつそのピンクの、ピンクじゃない、ピンがちょっとずつ外れてって、そう、それで、あーやばいなやばいなと思って、虹の列車の1サビのところで、あ、取れたと思ったんです。もう本当にビローンって取れたと思って取ったんですよ。そう、取ったんです、もうそこで私は。で取って、このマイクがこうだとしたら、ここにちょっとここにこうやって仕込んだんです。仕込んだ、だからなんかマイク華やかになってる人みたいに多分見えたと思うんですけど、でその前の時になんか髪飾り取れた時に、何の時か忘れたんですけど、まあでも髪飾りが取れた時に、そのスタッフさん、劇場のスタッフさんに、そのやっぱオンデマ上もさ、結構なんか持ってるとなんかおかしいじゃないですか。だからそのなるべく、まあできる範囲でいいんだけど、なるべくそのなんて言うんですか、袖
髪下袖に投げてほしいって言われたんですよ。髪飾りとかを取れちゃった場合、なるべく髪下袖に投げてほしいって言われたので、そう取れたやばいってまずなって、マイクのところに持って、でその後ろ向く振りがあったので、虹の列車の時にそこでそのお腹のところに隠して一旦で普通に振りやって、自分の歌割りでなんか下手、違う、上手の袖ら辺を通る瞬間があったから、もうそこでサッって投げてそうそうなんですよ。あれは多分定点見てたら分かると思うけど、定点じゃない人は多分映ってないかもしれないから分かんなかったかもしれないんですけど、実はそういうことがあって、で終わった後にセリちゃんに髪飾り投げてたでしょってそう投げちゃったって取れちゃったから投げちゃったって、もう髪飾りの方にめっちゃ目いっちゃったもんって言われたそうそうそう投げちゃいました、すいません。でもまあそうしてくれって言われたからそうしただけなので、私は、はい、そうしてくれって言われたからそうしただけなので、別に悪いことはしてません。ひろくんありがとう、こちらこそありがとう。見てた？そっから見えた？見えました？なんかアットジャムの時はそのポケットがある衣装だったからイヤリング2個落ちたんですけど、ポケットにしまったんですよ、どっちも。そうでもあのその虹の列車のやつは、まあ、てか公演の衣装基本的にポケットがないので、スカあのなんだ制服スカートとかは別だけど、そう基本的にポケットがないからやばいどうしようってなって、もう投げるっていう選択肢、投げろって言われたから投げるっていう選択肢を取りました私は問題はありません。以上です。写真撮影の時前を通るみずみんを見てにやけてるハルピョンが可愛かった。いや推しが尊い、マジで推し。いや本当はなんか昨日のその台本が来た時点でなんかなかったんですよ、17期の名前が。だから、はあ、17期来ないんだと思ってめっちゃショックだったんです。悔しい悲しいピエンって思いながら今日その劇場に入って、まあストレッチだったりとかいろいろしてたら、そのメンバー一人一人にお水がいただけるんですけど、そのペットボトルのねよくあるやつよくあるやつのお水がいただけるんですけど、お水に「マサイ水島」って書いてあって、えっと思って「17期いるの？」と思って。そうウハウハになりました。嬉しい、しかもどっちも惜しいみたいなそうハルピョンの幸せ全開、えめっちゃおもろいですよ。しかもなんかその写真撮ろうって言って写真撮ったんだけど、その時に推しなのっていうのを2人に伝えたんですけど、私の推しなのっていうのを伝えるあれね、えまず写真撮ろうっていうのは伝えてて、そのでもそのまあ昼公演と夜公演の合間が多分時間あるから、そこで撮ろうみたいな話してて、でその昼公演と夜公演終わって写真撮ってありがとうって言って、なんかねみたいなそこからなんかね推しなの2人とも、え嬉しいですありがとうございます、なんかもうみずみんにはもうどん兵衛を持ってこようかなと思ったぐらいめっちゃ推して、本当に可愛くてみたいな、もうメロンパン食べてみたいな話しててで、あのまさるちゃん、まさいまゆちゃんにはそのまゆちゃんのもう全力のダンスが本当に好きだからみたいな、もう頑張ってねみたいな、え本当に頑張って、わ顔ちっちゃい、頑張ってね、うん本当に推しなの、うんありがとう、写真撮ってもらってありがとう、あ2人1人ずつでソロショットもツーショットもいい、カシャカシャってツーショット撮って
ありがとう、ありがとう、ありがとうみたいな、もう本当に推しとファンみたいな会話でした。メンバーとファンみたいな、もう本当コミュ障発揮しまくってた。こいつ本当に喋れないんだって多分思われたと思う。でも本当に喋れないんです私、人と。そう、推しなんだって話して、うん、ありがとう。もう17期の子たちの方が喋れますよ全然。そうメロンパンもう3個食べましたみたいな言われて、と思って。あ、マサイちゃんのパフォーマンスが良かった。マサイちゃんのパフォーマンスがいいのは前座でよく分かったでしょ。マサイちゃんはマジパフォーマンスめっちゃいいんですよ、本当に本当に。いやもう知ってると思うんですけど、なんかそれをスタンドマイクじゃないですか、ハート型ウイルスって。もうスタンドじゃなくても、てかスタンドじゃない時の、いやあんまり、だからオンデマさんに多分入ってると思うので皆さんきっと。だからぜひその見てほしいです、オンデマさんで。うん、だって現場に行ったらハルピョンの公演には入れなくなっちゃうかもしれないから。ちょっとって感じで、そうそう。そうです。あ、でもそれこそ武道館の時にぜひ探してあげてください、マサイちゃん。マジでパフォーマンスいいです、本当に全力、マジで全力って感じ。カズさんハートありがとうございます。もちろんハルピョンが出てる曲の時はハルピョン探すんだよ君たち。ネバストップさんお疲れ、ありがとう、お互いお疲れ。ハルピョン研究生公演の助っ人で出よう、でいつでも出ますよ。でもさ、ただいま恋愛中、それこそ熊のぬいぐるみもやったことあるし、何がただいま恋愛中やったことないけど、出れるんじゃない。いや出ようとは思ってないけど、その急に言われても曲的にできるんじゃないみたいな気持ち。熊のぬいぐるみ、あれ、オンリートデイやったことあるわ、オンリートデイ、やばい、オンリートデイの記憶がない。待って、17期の子たちがオンリートデイをやってた記憶がない。勝手に消えてるわ。まあでもオンリートでもできますし、まあユニットはね7時12分の初恋はもう余裕でできます。春が来るまで歌ですね。純愛のクリスチェンドはやったことないんで大変です。フェイントもやったことないんで大変です。帰郷はなんかできそう。だるい感じ、ミスターキスマン、君が教えて、でも君が教えてくれたもステップって感じだった。ミンゴもやったことある、軽蔑していた愛情もやったことある、ラブチ、あーこれはないから大変かな。でもステップって感じでしたね。大丈夫、性欲が邪魔はそれやったことある、なんて素敵な世界に、もうこれ歌、はい。なんでもしもただいま恋愛中公演をやるとしたら、ただいま恋愛中と、まあ、ユニットは一旦置いといて、ミスターキスマンぐらい覚えなきゃいけないの。あ、だるい感じぐらいですね。ゼロからっていうか
ちゃんなんか覚えるの大変そうなの。いや出る気はないですけど出る気はないですけどでも10人しかいないからさ、2人しか被らないわけじゃないですか、ポジション的に。そうなると絶対大変ですよね、回すの。大変そう、超大変そう。だから公演頻度少なそう、勝手な予想。あ、ドボーンタイムしますって言おう。え、待って、みずみんがドボンありがとう、またしようねってツイートしてるんだけど。え、いたの？いたの？くや、くや。え、みずみんがハルピョンさんいつも写真撮ってくださりありがとうございます、大好きです、だって。何？え、しかも待って、マサイちゃん、マサルちゃんもハルピョンさんありがとうございます大好きですって言ってくれ。もうやばい、どうしよう、二人に大好きって言われた今日。サチサチサチ、まあ、ドッポンタイムします、とりあえず。ハッシュタグドッポンタイムします、トランプ。あと今日誰かやってます、ドッポンタイム。え、てかドッポンタイムってあれ、待って、私間違ってる？ドボーンタイムってあれですか、ドボーンの棒の横棒ってまっすぐなの？あ、私これまでずっと間違えてた。あ、そうなんだ待って、ごめんなさい、ちょっとやり直します、今のツイート消します。そうなんだ、やらかぴ。え、ど、ぼーぼーん、ドゾーンタイムになった。ドボーンタイム、タイムします、ドゾーンタイムになっちゃったちょっと待ってね、今ミラーボール来てたの見えてた、待ってね、ごめんね。はい、偉い橋本、よし、わ、今日まだ誰もドッポンタイムしてない。はい、1号ハルピョンが第1号になりました。12時まで喋りながら声でか、待って、ミラーボール歌おう。ニックさん、ミラーボールありがとうございます、ありがとう。あ、なんだっけ、何歌ってたんだっけ、君は僕だ。あ、もう多分 TikTok 載ってるかな、ピョンムービーまだかな。あ、ピョンムービーも TikTok 載ってるので、一足早く見たいよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ TikTok でご覧ください。君は僕だ。
君は僕だ歌詞すいません。何度喧何度も喧嘩して仲直りしてきた遠回りのその分だけきっと理解できたかもね。束縛されるのは嫌だ。ミラボルありがとうございます。ありがとう。今日セリフ動いてないの。だから昨日セリフ動くかなとか言ってたのごめんね。嘘ついてごめんね。ぎょうちゃん、ぎょうちゃんと出会った急に。こんにちはぴょん。ぎょうちゃんと出会いました。チャチャラチャラチャ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 。な、ドロースリーいらんいらん。だがねこの人めっちゃドローするしてくる。ドロー2ドロースリーやだ。ありがとうスペード、スペード嬉しい。こんばんは、やっほー。昨日ぎょうちゃんの話し、あインスタの話してたね。うわっぎょうちゃんにドボンされる絶対これ。いやー、はい、ぎょうちゃんにドボンされました。ピエン、私ドボン出会ったことあるの、みずみんだっけ。誰かと出会ったことあるんですよね。称号称号称号戦歴じゃない称号17期。ですね、みずみん。あ、3人とある。コッコ、ホテちゃん、みずみん、3人もいるよ。すごっ。もうメイクしたから目疲れた。寝ましたも早起き。こんにちは。お昼って髪型みんなで揃ってた。みんな嘘、ハーフツイン私だけだったと思うけど揃ってました。朝 STU の峰吉ありさちゃんが応援を感謝してた。待って、どっから伝わったんですか。ありちゃんだって言ってたんですよ昨日 M ステ見ながら。どっからその情報が伝わったの。私今日ハーフツインだったんだけど、ねえ今日ハルピョンハーフツインだったんだけど、ほらほら見て、今日ハーフツインだったんだけど、ちょっとプンプン、どうしようかなって思って。でもきっと山田京香はなんかツインするだろうな夜公演と思って。でもこの間の雫公演でツインしたから、ツインはしたくないけどでもツインツインがしたいから
ハーフツインにしようと思ってハーフツインにしました。あ、プンプンではないです。全然怒ってないです。こんなことでは怒りません。ね、お昼おろしを、まあそりゃそうなんですよね。なんでかっていうと、昼夜髪型変えたい場合はやっぱ夜上げちゃうと、あ、昼上げちゃうと夜おろすことができなくなっちゃうので、しょうがないんですよ。パフォーマンス良かった、ありがとうございます。頑張ります、これからも。今日公演入ってた京香ちゃん推しの人とご飯なうだけど、ぴょんちゃんのマリア褒めて、ありがとう。なんで公演来てくれなかったの、あなた。頼んで待ってたよ、さみち。京香タムと見間違え、本当にそうなんですよ。見間違えるぴょんず多すぎ。でもメンバーにも言われたのは初めてでしたね。うん、確かに髪色も一緒だった時もあったから、ほとんど似てた時もあったので、うん、歌い出しは正直昼の方がうまくいった。そう、はるかの歯がね、昼の方が出た。悔しい、めっちゃ悔しかったです。まあ、でもメンバーは後ろ姿とか歩いてる姿を見間違えるってことでしょ。そう、でもファンの方は踊ってる姿を間違えるのはおかしいからね、もう。プンプン。本当にちゃんと識別してください。夜もいつもより、あ、よかった。ハルピョン久しぶりすぎてガン見してごめんなさい。ありがとう、ガン見してくれて。だんだん間違えね、そう、ちょっとずつだけど、でもなかなか出ないから、公演自体がエイトの種族がないから。ハルピョンは足を見れば、何、足を見ればわかるってどういうこと。太いですか、ごめんなさい。でもそうなんですよね、私ほんと足首が全然てかあれなんです、あのなんだっけ、あの、あ、なんか出てこなかった、あ、骨格がウェーブなんで下半身が太りやすいんですよ。そうだから足がデブなんです。そう、でもそういうこと言うと、そんなことないよって言ってくれるファンの方が多いので、ありがとうございます。後ろで手しか見えなくても手の動きだけ、ありがとう。何ね、わかんない。許可タム星、少し星あるよね、それで判別して、何その星が気になるんですけど、星が気になるんだけど、何ですか。星が気、何にもわかん、何にも伝わんなかった私に。何にも伝わんなかったよ、それ。ウケる。肩幅、ああ、多分京香ちゃんは逆なんですよね。足が多分上半身にお肉がつきやすいタイプの方。私は下半身に肉がつきやすい。そうだから多分逆なんですよ、私とその
体型の感じは。足めっちゃ細いんですよね。めっちゃ綺麗、羨ましい、いいなって思ってます。そうそうそう、わかりやすい骨格の話で言うと、七瀬はまっすぐ、もう本当にあれがストレートって言うんですかね、わかんない、ストレートだと思う。ナチュラル、え、どっち、まっすぐな人、本当にスンって感じで、京香ちゃんは逆三角形、私は三角形なんです。そう、3人もう今日の出演メンバーだけで骨格診断骨格分けれる3人、私判断なんで、多分合ってる間違ってるは置いといてください。はい、ちゃんとした専門機関の人が喋ったらちょっと違うかもしれないんで。世俗公演はあやねちゃんと幸せリカが 100% 同時に出てる。どうなんだろうね、わかんないけど、前回はいなかった気がするな。前回誰いたっけ、あれ、あやねちゃんいた、セリちゃんいた、いやセリちゃん半年ぶりって言ってた確か。誰だっけ、でも誰がどこのポジションかなんて覚えてない。吉田カレン氏がいたこととしか覚えてない。前回7月か、全然出せないカード、つらい。ひなこがいる、前回も今日もいる。あれ、京香ちゃんはいるよ前回。あ、ポジション違いをあれなのか、そう、京香ちゃんポジション違いを覚えてるんですよ2個。あやねちゃんとこ誰だったんだろう前回、わかんないよ。あ、あやねちゃんいるわ。あ、 100% が崩れました。あやねちゃんのところは多分あやねちゃんがいて、京香ちゃんがその誰って言ったっけ、セリちゃんのところに多分覚えてるので、はい。ぴょんちゃんも中西会絶対入れないです、無理無理無理なんか今日今日その昼公演と夜公演の合間に、なんか昨日の夜マジで寝れなくてそう、まあ普通になんか寝れないなと思って YouTube 見ちゃって、そうで、そしたらどんどん1枚しか出してないのにドボンされた。そしたらなんか全然寝れないなと思っちゃって、でなんか寝れなくて、ちょっと暇ではないけどガチャ引くね2回ぐらい。そう、寝れなくて、あ、ミスターとレイちゃまで結局寝れなくて、全然寝れない人なんですけど、寝れなくて YouTube 見て寝れないなってなって、ショールームじゃないや、フリブイ、雫公園のフリブイ見て寝れなくて、はぁ、あ、ってなってたところで寝れたんですよ。だからなんか休み時間に寝ようと思ったの、休み時間っていうかその休憩時間に寝ようと思ったんですけどその中西会の3人、千織さん以外の3人とマネージャーさん2人、スタッフさん2人とそう5人でなんかゲームみたいなのしてて全然寝れなくて結局でもそこに私は絶対入れないなと思って、もう超陽キャみたいな感じの、もうほんとパリピーみたいな感じの雰囲気で、そうで結局寝れなくてそしたらなんか照明さんがなんか暇そうにしてたんで、仲いい照明さんと喋ってました
そう、もうほんとそれぞれ、なぎちゃんとかもずっと TikTok 撮ってたしあとはね、きよかたんはもうなんかずっと練習してました。練習っていうか復習してました。今はもぎさんの UR と、お、それこそ千織さんの UR が出ました。あと1回、3回引こう。今日の MC も服部とひなか、そうね、服部とひもうすごい喋るから。お、ななさんの UR と、今日ただきょんちゃんのシークレットが出た、イエーイ。さあドバン再開します。まあでも喋らないよりはMC シーンってしちゃうよりかはマシですよ、喋ってくれる方が。うん、本当私って多分出る人によって全然自分の MC の言葉数が違くて、本当にそういうすごい喋る人と一緒だと全然喋んなくて、そうでもなんか それこそ B 公演とかだったりとか、なんか喋んなきゃってなる。前回のあれもひなこと誰と一緒、誰と一緒だったか全然覚えてないんだけど、前回の雫ひだあやもいた、ちょっと全然覚えてないんだけど、なんか前回はめっちゃ喋ってた記憶がある。うん、レイちゃんがいたかな、多分その4人だった。ひだあや、レイちゃん、ひなこ、私の4人だったんですけど、喋んなきゃなと思って、そこのその時は喋ってた記憶がある。だからそうなんですよねあ、でも今日の話題はね、やっぱ京香ちゃんのエピソードだったりはもうひなこがゴリゴリに喋って、夜ん昼は何喋ったっけ、全然覚えてないや。あ、キュートの日ということでみたいな、キュートなメンバー北陸の2人です、一緒にまたイベントがしたい。うん、もちろん富山でできるのが一番嬉しいけど、まあ石川福井のどなたかぜひぜひよろしくお願いします。昨日の夜寝れなかった時にひゆかに、なんかひゆかがあれしててストーリー返信しますみたいな言ってて、そこで好きって送ったら今日の朝ひよかから返信が返ってきてて、もう頑張れたえ、何イベント中、今なんか私今自分のドボンのイベントのランキング4位なんですけど、そのハルピョン推しメンイベント4位なんですけど、ハルピョンの中でね、4位と3位の差が膨大、莫大、ちょっと引いちゃうレベル絶対追いつけなくない、こんなのんびりやってるだけじゃ絶対追いつけなくない。え、見れる人見てください、今スタートしないからドボン見て、今じゃんけんするわ、勝った、え、すごくない、ちょっと莫大すぎてちょっと怖いなんでなんでこんな、え、何何してる、え、なんか遊んでる、楽しんでる、え怖いんですけどまあ楽しんでるだけならいいんですけど別に、はい、あ、どうぞ楽しんでもらって、あ、はい、まあ私は今月も10決に入れるように頑張ります、あはは、怖
こは。楽しんでるだけだと信じて。喉にやら喉今えぐられた今のくしゃみで。あれ、私さっきニックさんミラーボール歌ったけど、ニックさんって名前読んだっけ。ごめんニックさん、ありがとう。京香ちゃんと同じでゲーマー、いや京香ちゃんのゲーマーはちょっとジュース飲んでいい。京香ちゃんのゲームはなんかバン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 みたいなゲームなので、私はそれ系のゲーム苦手、めっちゃ苦手なんで、そうバババババーみたいな多分ゲーム、うん、まあ全然私4位から3位に上がんないなと思ったもん。そういうことか、なんか遊ばれてんだ橋本。そうそう、だからバンバン系だから私のゲームはただトランプ出すだけなんで全然多分一緒にすんなって怒られちゃう。うん、某哲也さんがスプラトゥーン3 11時間やってた。ね、でもスプラトゥーン3楽しそう。なんかスプラトゥーンやったことないんですけど楽しそうだなーってね。あやねちゃんが買うって言ってた。うん、服部も買うって言ってた。さやりんもなんか買おうかなみたいな755で言ってたし、なんかみんな今日スプラトゥーンの話してた。うん、今5位だからハルピョンとヌキッズ抜かれつして楽しみますだって。あやねちゃんさっき開封配信、えーそうなの、すごい、私がご飯食べてる間に。そう、なんかスイッチ、今からスイッチ買ってスプラトゥーンやるって言ってた。スプラトゥーンも買ってもう本当に始めるって言ってた。すごいと思って、でも私もね、どんぐりのために買いましたからね。全然やってないけど、どんぐり今もうフォールガイズしかしてない。フォールガイズばっか。あ、ドボンされちゃう、ピエン。いやでも今日そのスタッフさんとその照明さんと喋ってて、なんか何やりたいのみたいな、何やってるのみたいな話になったんですね。なんか趣味とかないのみたいな、そう話になった時に、アニメは読みないんですよね、漫画はいや読まないんです、ゲームじゃめっちゃするみたいな、いや全然しなくて、いや私って本当普段何やってんだろうと思って。でもまあ YouTube 見てドラマ見てそれだけなんですよね私本当に。そう、あと寝て終わり。そう、何もしてない、何もしてないわけじゃないですよ、ちゃんとちゃんとあれしなきゃって、ちゃんとなんていうの、毎日アイドルをやって、で結局あショールームめっちゃやってますって話になって。そうやっぱ始まったショールームはだったみたいな感じ。そう、なんかもともと AKB が好きだったから、
なんか AKB がお仕事になっちゃったからなんか趣味がなくなったみたいな感じ。うん、そう、だから本当に配信配信、うん、配信しかしてない人本当にね、こんな話してたら熱くなってきちゃった、恥ずかしい本当に配信しかしてない人、うん、ショールーマ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 ーオーアイハザルーマー、嘘だった本当に嘘だと言ってよですよ、もうショールームしかしてない自分、ルーマルーマルーマオー私はショールーマー嘘だと言ってよ本当にそう、マジで。まあでも趣味を通して別に皆さんファンの方も増えるし、みんなも楽しいし、ショールームが趣味うん、まあ別に悪いことはないですよね、ショールームやってて別に暇なのって言われるぐらいうん、本当にそう、暇なのって言われるぐらい。あとは生配信だから普通にボーンみたいなコメントも来るけど、まあ別にそれはもう慣れうん、ほんと何してるんだろうほんとに、いいことですけどね別に。うん、だってみんなはハルピョンが何してるかわかるじゃないですか、ショールーム見てれば基本、うん、でしょ、ショールームやりすぎててマジ全然本当に。あ、そうだ、 TikTok 今日どっちも更新したんだ私、ピョンムービーの方ももう載せたし、普通の TikTok の方ももう載せたのでぜひ見てください。うん、確かに、そうだ、そうですよね、安心でしょ、むしろアルピョン何してるんだろうって思わなくていい、安心でしょ。なんかメール送るのとか本当に苦手だからでもなんかチーム B のなんかチーム A と兼任メンバーも含むメールお試し無料期間みたいな、11日から明日から始まるんですけど、いや今日から始めてほしかった、今日喋ることメールいっぱい送った、今日本当に今日は書くことがあったからメールいっぱい送った、朝、夕方、夜、うん、昼間もね送ればよかったんですけど、ちょっと公演始まる前ほんとバタバタしてて、
そうなんですよね。波動の日、お試し何日まで？11から何日までですか？わかんない。あんまなんか見てない。いつまでなんだろう。セナタンのストーリーに載ってたな。人のストーリーで知る女。石渡瀬名。24日まで、長っ。意外と長かった。2週間もあれなんですね。無料で見れるんですね。ハルピョン、メールは何通でも嬉しいから、だから書くことを、あの話題提供してもらったら全然書くんです。私ほんと話す内容、仕事がないから話す内容がなさすぎて。そうなんですよね。もうご飯の話しかしなくなっちゃう、マジで。そう、よくない。今日はビューラーでまつげを上げました。ストーリーとかでメール書いてほしいこと募集。確かに。まあでもせっかくね、メールもね、ハラピョンの読みたいって言って購読してくださってる方ばかりだから送りたいんですけど、いや本当に話題が話題が尽きてるんですよね今。うん、あ、プレゼント開封は明日か明後日にしたいと思ってます。はい、明日はねちょっとできない時間があるので、夜は多分できるんですけど、そうそうそう、ちょっと昼間が難しくて、うん、ハルピョンの話題出してくれそうな、え、いないと思います。どうしよう、いないよ。うん、でも波動でね、一緒のメンバーは2人いるからね。ハピョンのいないですよ。ハピョンもあんま人の話書かないですよね。人の写真とかは送るけど、そうそうそう。もう暑い。今日ほんと公演終わりだからマジ暑い、暑い暑い。波動について教えて、いや全然何も教えてもらってない。不安です。波動の練習してきたら、だっていやめぐみんとそれこそ一緒にあれだから、
めぐみんとしたいなと思ったんですけど、明日めぐみん公演、なのかな、わかんない。明日普通に私がね、そのでちょっと夜ならいけるんですけど、波動だからもう本当に本番ぶっつけだと思います。緊張、めっちゃ緊張。まあでもなんか優勝争いしてるとかっていうわけじゃないんで、チーム B 最下位なんでそんな気負わず、まあ、自分の旅行券がかかってるぐらいの気持ちで、そうチーム B みんなの運命がみたいな感じではないんで気負わず楽しく波動を届けるっていうのがきっと私たちができる、波動の皆さん、波動を作ってくださった皆さんが喜ぶものだと思うので、あの私たちは結構 2,3 回ぐらい見たんですよ、波動やってる。いやまあもちろん全部丸々何時間も見てるわけじゃないけど、何回か見たんですけど、でも練習時間ももちろんあって、そうそうそう、だから、まあ、とにかく玉の数は絶対皆さんに補充してもらいたいです。お願いします。段数、うん、あとは何だろう、何がいいんですかね。波動、まあ YouTube 見ますわYouTube で別にAKB じゃなくてもなんか波動強そうな人たちがやってる動画見るね、13日までに。うん、ひろゆこさんとたくさん喋れますように。うん、なんかでも当たる対戦相手にもよるらしいですよ。なんかめっちゃ言ってた、前回に出てた人がなんかどっかとどっかは結構僅差だったみたいな話してて、そうだからどこと当たるかにもよるんですよねみたいな話して、いやなんか私はそういうのに本気出しすぎるとなんかいい方向に転ばないタイプの人間なんで、なので気負わず楽しく波動の楽しさを伝えるだけです、私たちはでもユーナーさん、ユーナーもギオンさんがその昔 YouTube チャンネルで載せてたと思うんですけど、あの時からやりたいな、楽しそうだなと思ってたのでとっても楽しみです。波動の日は朝配信して夜ちょっとできるか分かんないから、なんか遅そうですよね、お打たれ会とかやってたらなんか遅そうだから、夜できるか分かんないから朝配信しますね。見れない人も多いかもしれないけど、うん、ペコリ、急にほろ酔い、確かにひろゆこさんに急にほろ酔い配信しますって言われるかもしれない、私とまほちゃんがいるからそうなので、急
に借り出されるかもしれないんで、朝のうちにやっておきますね。え、これどう頑張ってもチーム B はもう負け？ですよね、きっと。じゃあまあのんびり気ままに頑張ります。うん、ね、このさ波動のさ出演メンバーのところにさ橋本恵理子ちゃん、橋本絵だけになってる、橋本めぐみになってる。かわいそう。あ、ゆきたんちゃんがいる。推し3人目、嬉しい。橋本絵。危ない、うちも橋本春だけになるところでしたよ。危ない危ない。でもひろゆこさんは真帆ちゃんもいるし、その時13日、まなかちゃんもいるから。そう、ちょっと喋れるように一言でも多く頑張ります。あとは可愛い顔で臨みます。ドボン、最後ラスト1回、チャラチャラ行きます。いいですか、行っちゃいますよ、行きますよ、いいですか、最後1回やっちゃうよ、いい、ラスト1回いきまーす。頼む、ピョンズ一人でも多くいてくれ。いる？あ、いる！森のパンダさん、嬉しい。現在2位の方。イエーイ。ピョンズいなかったら、まあいなくてもやめてたけど。ハートがキリがいいので、やっぱいっぱいね、当たりましょう。あれ、森のパンダさん1位、今森のパンダさんが1位、今待って、森のパンダさんが1位か。ちょっと点数下がるすごすぎて、ゴリゴリちゃんと結果とか見てなかった。あ、ちなみにクラブ持ってない、ごめんね、色変えるね。ほんとだ、ぶっちぎり森のパンダさんが1位っぽい。持ってないよクラブ。カナピー、そのまま回ってこい。よし、いやでも今日も公演どうでした、今日の公演。え、普通にどうでした、パンダさん上がってった。
でも1公演目マジなんか今日マリア5回ぐらいやったんですよリハでだからもう喉ガッサガサすぎて、なんかオープニングとかも死んでたんね私。そうアンコールとかも力使い果たしてたもん、なんか3回公演みたいな3回公演の終わりみたいな、1回目のアンコール。そうだからめっちゃ基本死んでてごめん、疲れちゃった今日。そうマリア5回ぐらいやってたらやばない？いや基本私本当はダメなんですけど、喉で歌うタイプの人間なんでダメなんですけどね。だからあの5回もやるとリハだけで喉潰れるんですよそうでもちゃんと歌わないとリハはダメだしみたいな、もうだからもうガッサガサ、本当につらかった。うねってるって感じで今日も公演頑張りましたとさ。よしじゃあマッチもうすぐ飲み終わる。ピョムービー載せよツイッターに。ハマちゃんってチーム A？ 違いますよね。これってあれじゃなくてよかったんだ、この VR のセンター争奪 VR コンテストのやつってチームごとなのかと思ってた。ガチ恋ゆず恋ピョンムービー。楽しかった日常のごたごたがハルピョンで浄化。 MVP は当然橋本春奈でした。次は土線で見たい。劇場初めてでしたが最高感動ありがとう。最高感動ありがとう一番輝いてた、イエイ。あ、広島だと夜公演入る、あそうなんだ、そうなんですね、それは大変。え、浜金髪かわいい、浜絶対ハイトーンかわいい。 TikTok 見てたら今違う、今ピョンムービー TikTok じゃないんですよ、私のピョンムービーの TikTok のこれをコピー、リンクをコピーして貼り付けて、アットマークみゆちゃんとアットマークまさいちゃん、まさるん、まさるん、サロン、はいツイート。何ショールーム選抜イベント中になってます。え本当、まあいいやごめんね許して。えなんか急にドアップになった画面が、まあいいや、ランキング読みます。すごい急になんかハルピョンドアップなんですけど、いいや。バルスさんお団子ありがとう。1位サプライズレバーさんありがとうございます。2位パンダさんありがとうございます。3位トラック野郎アットゴリさんありがとうございます。4位ネバーストップアットキャン待ち成就してよかったよかったありがとう。
5位、なんか今日さキャン待ちのピョンズめっちゃいたんですけど、なんかキャン待ちだから入れるか分かりませんみたいな人みんな入みんなっていうかほとんど入ってた今日どういうこと、キャンセル多かった的な、まああるよね土日急に仕事とか。5位ニックさんありがとう、6位マックミックさんありがとう、7位タケニーさんありがとう、8位コロポックルさんありがとう、9位ともゆきさんありがとう、10位空飛ぶりょうさんありがとう、11位ベベモンさんありがとう、12位マジありがとう、13位カストルとポルックス、あと今日も添い寝してあげろねさん。へ、今日もっていつ誰が君と添い寝したんですか。そして本日のロケット88はセゴドンさんです、ありがとうございます。なんかめっちゃ今ドアップじゃない、謎、私だけ、私んとこだけドアップなのこれ、なんでなの、なんかめっちゃドアップ、あなんかめっちゃあれ口しか映んない、待ってどういうことね、めっちゃドアップ、無理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 、どうしたらいいんですか、なんか壊れました、バグ、まあいいや、バグリンチョ、バグリンチョしてるんですけど、まあいいや。ということで、普通です、あ普通ですか、じゃあいいんです、ありがとうございます、まああのか可愛い顔なんで、はいということで皆さん本日はありがとうございました。また皆さん来てください、5000人超えたのでキャッチフレーズします、あーうさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5728人の皆さんにきっと期待感をお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。ツイートできましたので23時59分ギリギリセーフ、ぜひ皆さん見てください、ストぴょんムービー、あの TikTok の方でもぴょんムービー見てください、よろしくお願いします。ぴょんムービー以外の方の TikTok も、TikTok 載せてるので、オーバーなんだっけ、お化けが出るぞみたいなやつやってるので見てください、星野源さんの歌です。それでは今日は公演、そして夜遅くに配信ありがとうございました、2公演疲れました、明日は明日でちょっと頑張りますけれども、また配信でお会いしましょう、またね、おやすみ、バイバーイ。